久保さん今回、一人を魅了,にし魅了するとかにしておきましょうか。なんかね、昨日まで僕、商品売ってて、で、その入学願書提出していただいた方の中で、なんか、多くの人を魅了したいんですみたいなのが,が書いてあって、まあ、メッセージを送ったんですけど、すみません、僕、あの、多く魅了してないんですけど、大丈夫ですかみたいな、聞きましたからね。<laughs> え、なぜ僕に来たみたいな。すみません、あの、 僕は HIKAKIN さんとか,なんかレベゼン DJ 社長とかヒカルんとか立花さんとかなんかそのチャンネル登録少ないし再生数も少ないし多くの人を魅了したいんだったら僕じゃないんじゃないですかねとで僕はあなたに魅了されればいいと思ってますみたいな一人に魅了されるっていうどれだけ一人の方にあ深くね魅了されるかっていうようなビジネスをやってるんでそれでもいいですかっていうのを あのお伺いを立てましたけど <laughs> 不思議ですよねまあ逆を言うとまあ僕少ないじゃないですか再生数少ないですよチャンネル登録も少ないですよなのに僕の塾に入ろうとしてるわけじゃないですかで理由が多くの人を魅了したいん俺は魅了してんのかみたいな <laughs> 何なんだみたいなね <laughs> だその人にとってはまあちょっと分かんないですけども まあそれを書いてあるってことは、その人にとっては僕は多くの人を魅了してるんと思っていただいたのかは分かんないですけども、でも数字を見ればそんなの分かるじゃないですか。全然多くの人は僕魅了し,してないので、本当不得あのちょっとなんだ、特定の人に対してはあのすごい影響力はあけあああのなってますけども <laughs>。ね多分一生 YouTube やっても、 一生僕の動画を見つけられない人いっぱいいるでしょうね。まあ僕はまあ動画の本数いっぱいかましてますけど、どれだけかましたとしても、やっぱリーチの限界があるんで、うん、今のリーチだとやっぱね、だって僕も2、3万本やってますけども、トータル再生数が、トータル再生数がどれだトータル再生数。 概要あれ概要が、概要。あれ概要出てこないな。概要欄が消えたぞ。あれ概要欄がないっすね <laughs>。あれ ?YouTube のなんか消えてるな。概要欄が消えてる。なんか昔はね、トータルの再生数が見える概要欄があったんだけど、消えてるな。あ、あったあった。ありましたね。 今430万回ですね。2万本、さ R34 マガジンは2万3000本ぐらいですか一般公開をしてますけども。あの、二万、2万, <laughs> 万3000本か4000本公開して430万回ですから。ね有名 YouTuber1 本でね、500万回回すとかね、1000万回回したりとかね、まあ、やったりするわけじゃないですか。いや僕、 じゃあもうね何十億本取んないダメですよね <laughs>。だって1本でそう回せるわけですから。うん、そうだからまあ僕はまあその自分が自由に生きていくためにそんなに数はまあ商品を売ってるんでねゼロは無理ですよ。それはゼロだったら誰に売るねんって話なんであれなんでそ自分が自由でいられる例えばまあドリームアカデミーは今120万ですけども。 じゃあ、年間でですよ。年間で120万円の単価のものを6人売ったらいくらですかと。720万なんですよ。年間で6人に売ればもう720万です。で、720万あれば、まあ、まあ、生きていけるじゃないですか。だって、手取り2、300万っていう時代だったりするわけで、年収2、300万ですか。まあ、700万あったらもう十分じゃないですか。<laughs> うん、でも6人ですよ。年間で。 120万の単価であるならば年間365日たった6人ですね <laughs>、うん、だから僕がまあその自由でずっと行けるのはまあそんな感じなんですよねうんだからまあ,あもちろん安い商品も全然扱ってますけどもだ安い商品から高い商品も全部扱ってあの届く氷なく全部あの届けていくって感じですかね、うん、でも人数はそんな多くないって感じですかねうん 一人にどれだけの影響を与えられるのかっていうのは結構大事かなと思いますね。魅了できるのかっていうね。うん。だって僕ね、もう本当自慢ですけども、ライフタイムバリューめちゃめちゃ長いんで僕。まあ久保さんもね、まあ発信、ずっと発信してるっていうのももちろんそれはライフタイムバリューがその高くなる一つのまあ前提条件なんですけども、本当にライフタイムバリューすごい高いですね、僕。だって、 1>, 1人のお客さんでマックスは多分500万ぐらい払ってくれてる人いるんで、ホストかって話ですよね <laughs>。だからそのライフタイムバリュー、まあライフタイムバリューっていうのはお客さんが生涯あの払うお金みたいな話なんだけど、LTV ですね。で、それがじゃあ500万ぐらいの人が10人いたらもう5000万じゃないですか。じゃあ500万ぐらい払ってくれる人が20人いたらもう1億ですよ。20人で1億ですね。 でもその500万も、例えば年収200万で1億稼ぐって言ったら、50年ですか。年収200万で1億稼ぐってなった場合は、50年働かないといけないですよね。じゃあ10年ですよ。まあ10年も、まあそんなみじ長いっちゃ長いと思うんですよ。で、その10年のライフタイムバリューが500万ですよ。で、それが10年の間に20、たった20人です。 10年の間にたった20人がライフタイムバリュー1人当たり500万だったらそれで1億なんですよだからじ、普通だったら年収200万で1億だったら50年かかりますと。でも、ライフタイムバリューが1人500万だったら10年でね、10年で20人で1億です。っていうビジネスですね、僕は <laughs>。 でもこれ考えるとね結構すごいことだと思うんですよね。普通に働いてたらもうありえない世界だと思うんですけどで。あとはその数追ってる人からするとこの計算式っていうのはなかなか出ないんじゃないかなと思うんですよね。20人で1億っていうね。うん。まあ僕はもうずっとこれからも続けるんで。うん、まあそんな感じでやってますよね。うん。はい。いってらっしゃい。